やっとお父さんの眠る夕天にやってきました、はい、2月に来たんですけれども、あの時は本当に雪の中だったようなですかね。雪と風とで、なかなかうまく撮影ができないっていうのが現実だったような気がしますけど、今日は天気が良くて、ただ風は強いですね。強いけどね、はい、いろいろとご質問させていただきながら話を進めてまいりたいと思うんですけれども、はい、ここで、楽しみにしてます。それが最後ですから。
こっちを軽く回す。ここは、石の町の、小松病院の跡地になってます。町立小松病院ですね。旧の小松病院の、慰霊碑です。待って、こんなにきついの。結構あります。あら、こんな感じなんですね。一回回し回さめます。ちなみに今見てる防潮堤があると思うんですけど、あそこあれを越えて、波が来ました。で、今立ってるここ松病院の跡地にもあります。ちなみに、モニュメントのどこから撮影しました。こんな感じです。こういうのもあるよという紹介だけ。ちなみにこれって、降りるとどこ行くの？ああ、下の駐車場に繋がってんだ。こっちも駐車場に繋がるんだ。すっげえ。おお。一応こんな感じで。歩くだけの素材もいいでしょう。はい、うわ、高いな。実際どんだけ高いか、ある上から撮ります。俺このまま上がって上行ってきます。上がれんだ。うわ、怖。階段で上まで登れるだけです。怖い。怖いよ。こんなにあんの高いの？うっそ。こんな高いの。うわー、でも景色綺麗。そうです。こっからすんません。どうでしょう、皆さん綺麗な景色ですか？よいしょ、こんな感じです。ここは、伝承館の、伝承館じゃない、五月海産物直売所の方からの目線です。あ、これ登れないっすね。行き止まりでした。多分一般では降りれないようになってますので、下から登っていく場合は入れません。こうやって登れませんのでご注意してください。降ります。
この辺からかな、ちょっと景色。この辺かな、この辺。行くかな。いい、結構いい感じです。